まだまだ自分にとって足りない部分が多いなっていうのは、そうやって、まあ、お仕事させていただく中でも一人の人間としても思うことがありました。井上さんでもレギュラー10本っていうのはね、レギュラー10本ってなかなか取ろうと思っても取れる本数じゃないと思うんですけど、もったいないというような気にはなりませんでした？あの、いや、すごくありがたいなと今も思ってますし、うん、あの逆にでもそういうふうにこう、なんでしょうね、あの、まあ、事務所だったりとかと話す中で、事務所の方とかと話す中でも、まあ、背中を後押ししてくださるような、まあ、決断に、うん、決断というか結果に至れたことには、うん、あの感謝してます。あの、あれちゃうかな、まあ、ミヤネ屋とかやったらさ、まあ、軽い感じでいいやん、コメントもそんなこと言ってないですよ。おそらくね、あなたがね、休業しようと思ったのはね、はい、ウェイクアップのレギュラーやって辛坊さんの質問が難しすぎて、うん、ああ勉強せなあかんなって気づいたんやと思うんです。だからウェイクアップのレギュラーの辛坊さんの質問が難しすぎたから、ああ休業しようと思ったから、辛坊二郎に責任があると思うよ。違う、え、違う、個別具体的に何かがっていうわけではないです。あ、違う、辛坊さん、あの、もう宮根さんも、あの、愛する質問、愛される質問、え、違うな、なんかごめんなさい、ごちゃごちゃって。いや、宮根は宮根はそんな深くなくていいやんか。なんかウェイクアップは全部なんか政治のことも知ってなあかんみたいになるやん。そんな、それやろ。そうなんですか。原因はそれやと思ったら、やっぱ週末考えたらそれやろ。だってバラエティはまあ適当にできるやんか、いろいろバラエティから出てきてんから。適当にっていう思いはそんななかったですけれども、no. でも偉いと思いますよね、だってこちらの3人のコメント言ったら中身なくても成り立ってるから。ただこう言ってんだって、クリスティーが。そうなんですね、憧れの人はなんとデーブ・スペクターさんです。いろんなアメリカの情報を持っていて日々発信している。でも私は面白いだけではいない。この人ただ新聞用で持ってるだけやね、話内容何にもないで。ありがとうございます。 どうですかクリスティー。いや、昨日もね、わざわざ TBS に来て挨拶に来たんですよ、うん、で僕のためと思ったらアコさんに会うためだったんですけども、うん、でもどうですか勉強するっていうの。いや、偉いと思いますね。でピースの綾部さんはもちろんやってること違うけど、うん、思い切ってアメリカに行ったりしてるわけですから、うん、で安室奈美恵さんはもちろん違うんですよ、歌手ですけども、うん、もったいない、短すぎる人生で、25歳で中途半端にずっとやろうと思えばやるよりはやりたい、まあまあ、休業だからまた戻ってくるって。彼氏は何か言うてない？まあ、あの普通にあの付き合いは続いてるんですけど、うん、あの後押ししてくれてますね。でも大学とか日本にいます、それとも例えば外国の大学に行くとか、その話あったっけ。あ、今現在あの個別具体的にここに決まっているとかっていうのはなくて、うん、勉強中なんですけれども、うん、その、まあ、受験勉強というんですかね、うん、勉強中で、あのさ、完全に休業するのもったいないからさ、はい、海外行っておもろいネタがあったら宮根に提供するっていうのアルバイトやりや。そうね、映像も撮れますもんね、うん、それやろうや。私一人じゃ決められないですけれども、そう言っていただけるのはすごくありがたいです。ちょっと宮根はこんな面白い映像撮れますよとか、海外にこんな、あ、この人の仕事なくなるけどね。そうだね、うん、だからもしどっかヨーロッパ、全部スペクターさんに近づけます、ね、どっかヨーロッパ行くな、なんかちょっとね、そんなやつもやった方が勉強になると思うよ、うん、ありがとうございます、そう言っていただけるのは。でも、まあ、3月30日までなんだよね。はい、辛坊治郎か。